condition is great today. サップは自分を上回る体格を持つカラエフとの対戦を見据え、 K1 さらに進化した野獣の姿をヒーローズのリングで見せつける。一方のカラエフは腕相撲の世界大会で9連覇を果たす、全てを破壊する危険極まりない男がボブサップに挑む。野獣ボブサップ対破壊超人アラン・カラエフ、いざ対戦。非常に谷川さん、はい、リングが小さく見えますね。さあボブサップかサム・グレコ、身の丈2メートル。ラウンド1、グランドキャニオンかカスピ海か、さあ飛び込んで右ストレートが入った、カラフの右だ、サップが見える、サップが見える、カラフパンチ入ってますよ、カラフパンチ入ってますよ、入っている、さあサップ捕まえた。これは大変なことになりましたよ。カラエフがこの腕でに両足をまたぐ格好となっており、下からなんとかカラエフの体の後ろからバックマウントから直行っている。さあ直行に行く、抜ける抜けた抜けた抜けた、すごい力ですからね。まさにユーラシア大陸とアメリカ大陸がぶつかっているの。簡単に手段、これは返していくか、カラエフが上からいとも簡単にサップの足を跳ねのけた。今度は横、後ろに回るバックマウントか、こうしようと思うと、はい、カラエフ選手がすぐ立とうとするんですよ。そこをサップは殴りに行く、これですね、だから今度は返すなんて、ここでブレイクを命じました、ブレイクを命じました。打撃はどうだ、サップ左入った、サップの左が入った、カラエフも返す、カウンターの打ち合い、の一撃で決着がついた。野獣の進化は止まらない。 I hit him with my weakest punch, buddy. It was okay for today. Thank you very much. Помните, что случилось вот тот момент?